忍法コアラ処理剣、甘いですよ。精鋭邪手、変わり身、ドトンドリュータイガー、火竜弾、つまらん芝居はよさぬか、オロチマル。さすがですね。しかし私も舐められたものですね。あの程度の技で私を殺せるとでも思ったのですか。そろそろお互いお遊びはやめませんか。アカデミーの授業じゃないんですから。うん、それもそうじゃの。死に際を予期していましたか。老いぼれたからって手加減はしませんよ。望むところだ。術の出来次第によって。手裏剣影分身の術、口寄せ江戸天聖。三人目は何としても。三つ、三人目はダメだったよね。まあいいわ。よりによってあの二人を呼ぶと思う。
二人相手ではさすがに応えますな。これは初代様だけの秘術だ。ついに捕まっちゃいましたね、先生。忍法口寄せ、いでよ炎光を炎魔。上がった。変化、よし、まあいいわ。やっと面白くなってきたわね。剣の一振りか。愚かな影分身も使わずに突っ込んでくるなんてね。どうですか先生、しっかりしてください。木の葉に存在する術の全てを知り扱うプロフェッサーと呼ばれたあなたでしょ。あんまりがっかりさせないでくださいよ。オロチマル、このたわけだ。いや、
を抜いちゃダメですよ先生。あなたはいつも甘すぎるんです。行くぞ。もう遅すぎるのですよ。焦げ食い戦の術。この陰陽術やはり猿だね。あの術を現実北腕行の術。くだらぬざれ言だ。あなたは木の葉という組織の歴史の中の一時の頭に過ぎない。木の葉の里には毎年多くの忍びが生まれ育ち、生き戦い里を守るために死んでいく。ならばその柱、あなたの叩きを木の葉の家を崩して差し上げましょう。たとえわしを殺したとしてもその柱は折れはせぬ。わしは初代様、二代目様の木の葉の意志を受け継いだ男、三代目火影じゃ。黒い封印術式封刃。世話をかけてな。お許しくだされ初代様、二代目様。うい、うん、自分の部下の命までももてあそびおって来い、エンマ。もらった精鋭ジャッシュ。クソ、この何なのこの感覚。
手が愚かなるかなおろちまる。共に避けぬのは残念じゃが、我が弟子よ、いずれあの世で会おう。風前の灯火のじじいが、よくも私の術を。